皆さんこんにちは、ゼンちゃんです。というわけで今回は宮崎敏郎選手使っていきたいなと思います。2年ぶりかな3年ぶりかな、前回持っていた宮崎選手のスピリッツが3200だったので、継承してスピリッツが800上がってるわけなんですけど、宮崎選手今シリーズかなり強化されてるのでめちゃめちゃ強くなってます。強くなったポイント1、守備能力。宮崎選手ここ数年徐々に守備能力が下がっていってて、まあ、もっと下がっていくのかなと思ってたんですけど、今シリーズ裏捨てが爆上がりしてます。捕球がなんと22、スローイングが10も上がってます。おまけにサード適正も4上がっているので、特賞したらサード適正 C にね、また乗るようになっているんですけど、守備能力だけ見てもめちゃめちゃ強くなってます。強くなったポイント2つ目、特殊能力。今シリーズの宮崎選手特殊能力が過去一強いです。超アベレージヒッター、広角打法チャンスということで、まあ、この並びだけ見たらね、もちろん強いことがわかると思うんですけど、宮崎選手史上初めて超阿部人を降格を同時持ちしています。これがですね、意外にも初めてなんですよ。自分もまあ1回ぐらい同時持ちしてる時あるのかなと思って、過去の宮崎選手調べてたんですけど、阿部人降格片方だけ持ってる時はあるんですけど、同時持ちしてるのは今回が初めてになります。まあ、それもそのはず、そもそもアベレージヒッターがついたのが去年のシリーズ2からなんで、まあ、同時持ちしてるのはね、過去にありえないんですけど、まあ、アベレージヒッターが去年初めてついたっていうのもこれまた意外ですよね。ちなみに余談なんですけど、過去一強い宮崎選手は2018年シリーズ2のベスト9です。この時はパワーを称号で A 乗せれたし、サード適正が B だったということで、まあ、裏捨てはねそこまで高くなかったんですけど、まあ、過去一強い宮崎選手はこのシリーズだと思います。ということで今回は全てにおいてパワーアップした宮崎選手、久しぶりに使っていきたいなと思います。それでは1打席目、特能が何も出ない。せめて広角だけでも出てくれよ。久しぶりだなこの構え。宮崎選手打ちやすいですよね。なんかこう打ちやすいフォームの特徴として、相手が投球モーションに入るまでこうじっとしてくれると結構打ちやすいですよね。個人的にはそういったバッティングフォームが好きです。うわー、いい感じで合わせれて、お、飛ぶね。意外と広角ない高弾道だったらライトフライになりやすいかなと思ったんですけど、ライト一郎さんだし、今のは十分飛んでくれましたね。さあ、3200万ダウンロード記念福袋開催とお知らせが来たんですけど、もうね引きました。しっかりと引いて、まあ、そこそこ爆死しました。うわー、ミスター、早かった。いつも通りですね。あー、その後完璧に打ち直すと思ったらまだ早い。さあ、三振前のバカあたりなのか、それとも打ち直すのか。さあ、内戦高梨さん出てきました。さあ、タイピン発動。高梨さんマジで強いですね。なんか使えば使うほど強いなって思います。もう最近ね、宮西さんと高梨さんタイピンの時どっち出そうか迷うんですよね。なんかそれくらい強い。まあ、どっちも出したところでタイピン出ないんであれなんですけど、まあ、タイピン出てくれれば本当に宮西さんと高梨さん、もう最強の左ピッチャーだと思います。うわー、高速スライダー満塁で、4番誰だったっけ、吉野部さんか。まあ、ストレートとツーシームが多分どっかで飛んでくると思うので、それ狙います。まあ、カウントが不利になれば不利になるほど来ると思うんだよ。これです、これ。取るのそれ、マジで。うまいな、立浪さんか今の。立浪さんですね。そうだ、あの立浪さん OB で取れなくて後悔してたんですけど、よくよく考えれば監督だから TS 来るんじゃねっていうことに気づいたんで、 TS で立浪さん来たら今度はちょっと取り逃さないようにしたいなと結構決めてます。いやー、いいボール。あー、曲がるなスライダー。さあ、追い込んで何で来るのストレート。さあ、また 2-3、 結構決め球スライダーが今のところ来てるけど、スライダーですね。いやー、待って、これゲッツーじゃない。やってるわマジで。ノーアウト満塁って意外と点入らないな。さあ、佐野さん、相手の佐野さん広角出てるんですけど、 DeNA って広角持ちの強打者多くないか。佐野さん、宮崎さんで、外、オースティン、ローズで、筒香さん、田村さん、えぐいですね。牧選手もか。あ、そうだ、全ポジション牧選手を無理やりショートとかに置いたらキャッチャー以外は広角置けるんじゃないかな。しかもみんな弾道高いしホームラン狙えるしね。そ
そう考えるとやっぱ横浜打線強力、まあ、そうですね、今年のサード事情でいうと、まあ、やっぱり岡本選手がアーティストになったんで、まあ、岡本選手が頭一つ二つぐらいね抜けてるんですけど、まあ、宮崎選手も強くなったし、高橋周平選手とか個人的に注目してて、やっぱりラインドライブの広角で特能も強くなったしね、まあ、そういった選手も、まあ、個人的にはね使っても全然いいと思うんですよね、まあ、ただやっぱりアーティストが強いっていうのは変わりないので、まあ、TS でノリさんとか来たら、まあ、結局ノリさんか岡本さんかみたいになっちゃうと思うんですけど、まあ、左バッター好きな方はね個人的には高橋周平さんおすすめ、あのようやく A ランクの坂倉さんの追加来てね、しかもいきなり A ランク引けたんで、 A ランクの育成が終わり次第坂倉さん多分キャッチャーで使っていくと思います。今ずっとファーストに置いてるんですけどね、まあようやくだね本当に、もうずっと坂倉さんキャッチャーで固定したかったから、多分ねシリーズ1の間は坂倉さんキャッチャーで行くんじゃないかな、まあ、多少の盗塁は目をつぶりながら、まあ、多分そうねキャッチャー起用していこうかなと思ってます。でローズも高弾道の阿部飛降格ということで、能力はさすがにローズの方が高いんですけど、まあ、能力だけで見ると結構宮崎さんに似てるかな。あ、ボール球だった。うおぞー、しっかり取るね。今抜けると思った。で一郎さん、これラストバッターなんで次宮崎さんに回っちゃうんですけど、まあ敬遠とかしてこない限りは決めに行きます。あー、これは抜けるっしょ。ということで次の試合いきましょう。それでは2試合目、また特能が出ない。マジで阿部人降格別に発動条件ないよ。どっちかは攻めて出てくれよ。で長径、これ外角攻められたらライトフライになりそうな気がする。さあしっかり外角攻めね。インコース来たらまあ全然ホームランも狙えると思うんですけど、広角出ないとやっぱ外角きついな。あー遅れた。くっそー。で丸選手は全部出るっていうね。逆にしてくれ、逆にしてくれ、その発動率を。さあこれは抜けますね。でようやくねその経験値 1.5 倍が17日の日曜日からなんですよ。でもう育成したい選手わんさかいるんですけど、なかなか育成が進んでなくてね、なかなか動画に追いつけてないのが今の、事情なんで、その 1.5 倍来たらもう急速に育成終わらせて、多分使ってみた動画増えると思うので、そこはねちょっと楽しみにしていただきたい部分ではあります。これ超えるかな。長径、長径だね。いやこれも正面臭い。やばい、マジか。1点もまた取れなかった。うわえぐい。これよこれ坂倉さん、ほらもうラインドライブだからといって調形しないから。相手の方ね、ずっと調形してたのに坂倉さんだけは調形しなかったんですよね。結構それが今あだになった感じで、流し打ち警戒。あーミスった。これはやった。でビッグボスだから帰ってこれないという、ローズ8番だからあと1人は出ないといけないね。 2-3 で金やん、金やんか。うわストレートありそう。一応ストレート張って泥か反応かな。オッケーオッケーオッケー。これ流し打ちだったら絶対割る。さあこれで、確定で宮崎さん回りますね。でチャンス持ってるんでできればチャンスで回したいんですよ。ここはミート打ちかな。あ落ちる。これは落ちて惜しい。落ちんか。まあまあ一応宮崎、おお急に出た。全部今まで出なかった分取り返してきた。ここちょっと大きいの狙いたいな。小さい方を外角高めに投げてくれれば右中間いける気がする。さあファーボールやめてマジで。強いとボール球だったら空振ります。いやちょっと危なかったから今一応保険かけて。いいコース。あーもうボール球。さあナイススイング。これでちょっとボール球投げてくるのはダメよ。ここまで振ってんだからストライク勝負して。来たー来たけど正面最悪。打てんかったー。それではラストかな、菅野さんで広角出ましたね。まあ、広角さえ出てくれれば多分なんとかなると思う。シュート、シュート狙い目。シュート来るよ、これ。これシュート来るよ。スライダー。おお、いい子。ああ、いいバッティングだったな、今。
ほら来たー、くそ、狙ってたのに打てないっていうね、もう最悪の図。フルカウント、あー、なんか全部すごいなんか角度でいくね、なんかファールに。よーし、ヒット打てた。でもこれはちょっとね、走力の問題と打球の速さでシングル止まりということで、ちょっと長打打って終わりたいな、せめてちょっともう一回回して二塁打以上打って綺麗に終わりたい。さあこれも続いていく。相手の方もね、5割5分8厘7連勝中で結構打たせると手強そうだったんで、ちょっと久しぶりにコールド決めたいな。強制か、おお入ってくれた。ファーストライナーかなと思ったけど、さあいいぞいいぞ、今の感じいいぞ。ここでゲッツーとか打って流れ止めない限りは意外と強制狙えるかもね。ちょっと油断せずに行きます。これも抜けていく。さあ今のところいいよ。で6番に坂倉さん、得の出ないけど、まあなんとかしましょう。さあ変えてくれたおかげで出ましたが、スーシムディスプリット、ナックルカーブ、ボール OK、 ファーボール。あー振り遅れたけど、まあ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 いいでしょういいでしょう、ゲッツーじゃなければいいでしょう。でローズ強いな、相変わらず。ローズ強いな、やっぱバッティングの面だけだったらやっぱセカンドトップだわ。ただ守備能力がね、いや守備能力自体は悪くないけど走力なんですよ。走力が B ぐらいあれば多分何の違和感もなく使えると思うんですけど、走力 C の適正 B は体感適正 C と同じですね。なんかあんまり広く感じない、本当に C ぐらいに感じる。抜けていく。これでまあほぼ角で回るでしょう。ここでイチローさんでつないでホームランでも打てば強制もいけるしね。うわ素晴らしいバッティング、イチローさんっぽい。さあチャンスで回せて、しかもツーベース以上でさよなら、しかも広角阿部飛、完璧。ここはもう決めよう。ブセニッツ、ちょ敬遠はやめてね、敬遠は。一瞬焦ったよ今、敬遠かと思ったもん。ただタイピン出たからまあ敬遠しないでしょう。長打狙います。いいボール、今ストライクかと思った。いやいいコース攻めるね、そこ好きね。でもねここ攻めたら、うん、これ来ると思った。ナックルカーブで、もう一回ツーシームに視点戻して、ワンスリー、ちょっとファーボールやめてよ、ファーボールやめてよ、もう打ちに行くよ。はい来た、待ってミスった、落ちなかった、全然落ちなかった。くっそ長打打てなかったな。まあとりあえずちょっと宮崎選手では打てなかったんですけど、丸選手で決めましょう。なんか丸選手の方が打ってるな今日。ミスター、ミスター、いや抑えれるかな。いや問題は相手が5割5分ぐらいあったから、ゼロでいけるかどうかなんですよね。安定のあと1点取れない病が発病したということで、まあでもこれはしっかり打ち取ればね、気持ちよく終われるから。いやちょっと宮崎選手で打ってなかったのは結構ショックなんですけど、でもしばらくちょっとサード宮崎選手で行こうかなと思います。多分他の選手の使ってみたとか出すときも、まあ、サードは宮崎選手使ってね、ちょっといい当たり打てるまでは使っていくかな。スピリッツ高いし、あうまい、それはうまい、ナイスバッティング。さあ油断はできないんですよね、このままいけば。ちょっと宮西さんを入れてなかったので沢村さんタイピンが出ないが、まあ、向こうも広角出てないから五分五分で、これとかゲッツーワンチャンある気がするけど、 OK OK、 一つ大事に取って、また広角じゃなくてタイピンが出ないと。本当出ないなタイピン。正面、よーし OK、 なんとか勝てました。